皆様こんばんは。タロット歴25年目のモセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の地震皆様大丈夫だったでしょうか。ね、東北、福島を中心に、関東までかなり揺れましたが、星の流れから言うとですね、2月の18日前後がちょっとね不吉な星回りをとってるんですよね。だから今週いっぱいかなは余震に気をつけておいてください。皆様ね、備えさえあれば、安心できる部分があると思いますので、2月のね18日ぐらいが、そうですね、ちょっとこうね火星と冥王星の角度とか、そうだな、まあね天王星と土星の角度、まあ天王星と土星の角度はね悪くはないんだけれども、なんかねエネルギーが生まれてもなんか不思議じゃないなっていう星回りなので、皆様気をつけてね過ごしていきましょう。はい、そして今日ねバレンタインです。はい、私はいつもねはいパートナーにこういうチョコレートを渡してるんですけれども、はい、皆様バレンタインはどのようにお過ごしでした過ごしされましたでしょうか。思いを告げたい人ね、何らかのきっかけになってね、渡した人、もらった人、いろいろいるかと思うんですけれども、今日はあの人の気持ちしっかり見ていくのと同時に、バレンタインに動いた人、動いてない人もですね、あの人はこの恋をこれからどうしていきたいのか、そこの部分を含めてしっかりと見ていきたいと思います。はい、使っていくのはこれからの恋の流れ、あの人がこの恋をどうしていきたいのか、あの人の気持ち、本音、天使様からのアドバイスということで見ていきたいと思います。はい、それでは皆様本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、すいません、3択をきちんと今日言いたいことがいろいろあったのでお伝えするのを忘れてました。申し訳ありません。はい、1番の方。はい、ピンクのボトルさん。2番の方はブルーのボトルさん。そして3番の方は、グリーンですね。はい、グリーンのボトルさん。この3択からお選びくださいませ。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあピンクのボトルさん、お待たせしております。恋の流れが、はい、どうなっていくか見ていきましょうね。はい、これをね3つに分けていきます。はい、過去、現在、未来です。はい、じゃあ見ていきます。過去、はい、素敵なカードが出てます。リングのカードですね。はい、現状がコウノトリ、そして未来がタワー。おお、これはね、はい、こう順調な、とても幸せそうなとっても幸せそうに見えるな。なんかすごい分かりやすいのがね、例えば結婚しました、婚約しました、結婚しました、そして赤ちゃんが来てくれました、そして幸せな未来、これからもずっと続いていきますみたいな、そんな未来にも見えるし、はい、なんかね今のはすごくこう分かりすぎる極端な例だったんですけれども、例えばねあの人とこう約束、例えばね2人で遊びに行く約束とかができましたとか、付き合い始めました、そして今はこう2人で例えば旅行に行くとか、2人で住み始めるとか、2人で何かをこう始める共同作業みたいな、そんな状況が今、そしてその幸せが続いていくよ末永くみたいな、そんな流れに見えるからね、とっても幸せそうだよはい、じゃあ、あの人はこの恋をどうしていきたいのか。はい、じゃあ3つに分けていきますね。
じゃあ見てみましょう。あの人はこの恋をどうしていきたいのか。はい、これね、皆様のカードが出てますよ。あの人のね、これからどうしていきたいかっていう気持ちの中に、まずね、ピンクのボトルさんへの気持ちが出ている。そして、あ、はい、これはユリです。はい、とても素敵なカードです。はい、そしてこれが、はい、庭のカードが出てます。うん、なるほど。お相手様としては、あのピンクのボトルさんとこうもっともっとこう深く知りたいというか、あの今の2人の関係にもよると思うんですけれども、いわゆるこう深い関係になっていきたいという気持ちもあるし、もしすでに深い関係だよっていう方は相性がね、とってもいいみたいなんですよ。ベッドの中の相性が。だからこうもっともっとこう愛していきたい、愛されていきたいっていう気持ちがすごくありつつ、そしてピンクのボトルさん、自分の友達の、まあ、共通の友人なども含めて、こういろんな人に紹介していきたいとか、あの知っていきたいっていう、こうそういうもっと君のことを、もっとあなたのプライベートをこう大切にしていきたいっていう気持ちがね、すごく出てますよ。うん、とてもね、積極的な気持ち。はい、じゃあ、あの人のね、もう少し、じゃあ、あの人のこれは気持ちです。ね、どうしていきたいかじゃなくて、今どう思ってくれてるのかという、じゃあ気持ちを、はい、見ていきましょう。はい、じゃあ今のあの人の気持ちです。陰者ですね。うん、陰者。はい、そして、あー素敵、カップのエースが出ましたね。はい、そしてこれ戦車、素晴らしいです。これはいや、むっちゃくちゃ嬉しいですよ、このカードは。ね、陰者、あの冷静さもね、すごくこのお相手様はきちんと持ってらっしゃる。なんかこう感情に溺れるんではなくて、あのこの恋とかピンクのボトルさんっていうのをこう一歩引きながら見ている、ね、大人って言えばいいのかな、精神力の強さとか、うーん、クールな部分、こうきちんとしてる部分っていうのがね、まずあると思う。そしてあのお相手様の気持ち、もうこれはかなりピンクのボトルさんのこと、なんかね、超絶大好きだよって出てますね。もう感情がね、溢れて溢れて止まらないぐらい大好きな人。そして守りたい、守ってあげたい、家族になりたいという気持ち。もうすっごくお相手様、もうかなり真剣に将来のことも含めて思ってくれてるような気がしますよ。うん。はい、じゃあね。はい、あの人の本音ベースの気持ち見ていきましょう。はい、じゃあ3つに分けていきます。はい、じゃあ、あの人の本音ベースの気持ち。はい、Express Your Love。なんか嬉しい告白あるのかな？はい、Make the Effort。これも素敵なカード。はい。いや、やっぱりね、むっちゃくちゃいいですね。私の動画を見て、なんかね、今、そうだな。離れちゃってるのかな、離れちゃってるね、復縁を望んでる人みたいなんですけれども、まあその方のインスタのなんかストーリーズっていうんですかね、私やってる割にはなんか投稿してるだけなのであんまり知らなくてですね、だからそこで私のことを書いてくれていたんだけれども、なんかね、どれを見てもいい答えを言ってくれるから安心みたいなことを、あ、褒めてくれていて書いてくれてたんだけれども、いや違うよって、いいカードが出てるから言うんだよみたいな、私は悪いというかネガティブなカードが出てる時もやっぱりね、辛いけど言うようにしてるんですよ。で、いいのが出てるっていうのはきっと
そのお相手様との流れがね、きっといいんだと思う。で、今日も、もうね、ここの流れからすごくいいし、なんかもうね、気持ち見てもすごくいいしってことで、私は上げ下げなくお伝えしてるので、安心してみてくださいね。はい、でね、お相手様の気持ち。エクスプレスユアラブもね、もう自分の気持ちをピンクのボトルさんに言いたいんだよね。なんかもうなんかとっても好きだよとか、そういうことも含めて、なんか将来のこととかも言ってくれるのかなみたいな。はい、そしてね、はい、ここもね、見てください。もうなんかね、愛しい大好きな人って感じですよね。なんかね、これからもやっぱりピンクのボトルさんとこのこと、これからも頑張っていこうね、みたいな。僕は私は頑張っていくよ、みたいな気持ちだし、やっぱりね、このね、甘いとろけるような雰囲気もあるから、やっぱりこう、素敵な時間もね、こう過ごしながら、大好きだよって気持ちがなんかやっぱりね、伝わってきますよ。伝わってくる。いや、いいじゃないですか。はい、じゃあ、アドバイス見ていきましょうね。さあ、天使様からの、はい、アドバイス。あ、なんかこれがすごく出てるね。じゃあ、それプラスあと2つに分けるようにします。はい、じゃあ、1枚、2枚。はい、じゃあね、天使様からのメッセージ見てみましょう。あ、いろんな人が助けてくれるよと。お、few weeks ですね。はい、そしてこれが、はい。ask your angels です。なるほど。なんかこれね、2枚もこうね、ask が出てますよ。なんか本当に天使さんと、天使さんね、天使さんとね、いろんな人が関わってくるのかなっていうふうにも見えるし、なんかこう、すごくこう、開かれてるように見えませんか？なんかね、こう、何でも受け入れますよ、みたいな。ね、こちらもそう。だからこれはね、お相手様とのね、関係性だと思うんですよね。とも思う。だからあれって思うようなことはね、お相手様に聞いてもいいと思うし。で、あとね、このね、この few weeks ですよね。もう今回ね、ズバリ時期が出たんですけれども、やっぱりね、あの人はこのね、いろいろこう仲良くなっていきたいっていう気持ちがね、すごく出てたんですよ。いろんな人とね。で、いろんな人。なので、きっとこれは、ピンクのボトルさんのお友達とかも含めて、みんなで仲良くなっていこうね。仲良くなっていくからっていうことを、なんかね、示唆しているような、そういうカードだと思います。おそらく、もうね、まあ今いろいろね、緊急事態宣言とか出ているんですけれども、でも、なんかこう、やっぱりこう、ピンクのボトルさんのお友達とも仲良くなっていきたいとか、自分の友達にも紹介したいみたいな。ね、そういうことにやっぱりなっていきそうだよ。おそらく、もうこのね、2、3週間とかね、そういう流れになっていくような気がいたします。はい、とても素敵なカード出てます。もうね、このね、戦車とかね、カップのエースとか、もうこれ超絶嬉しいカードですよ。どれだけお相手様がね、ピンクのボトルさんのことを思ってくれてるのか。もうね、もう大好きだしね、大切な人だし、守ってあげたいし、みたいな。もうとっても素敵なカードです。はい、愛されてます。はい、これがピンクのボトルさんです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ、ブルーのボトルさん、お待たせしております。お二人の恋の流れがどうなっていくのか、まずは見ていきましょう。はい、3つに分けていきます。はい、過去、現在、未来です。はい、じゃあ見ていきますね。過去、はい、道というカード。現在、家ですね。はい。そして未来は月。あら。もうね。なんか、皆さん私の動画見てくれてる人、幸せな人が多いのかな？ 嬉しいんだけど。はい。過去。これはね、まあ、選ぶ、迷うっていう意味があるので、
まあ過去に、例えば、ね、付き合うか付き合わないかとか、別れるか別れないかとか、例えば A さん B さんの間で迷ったり、A 君 B 君の間で迷ったりっていう過去にいろんな選択があって、で、このお相手様を選んだとか、選ばれたっていう状態かなっていうのが、まずね、ブルーのボトルさんの過去のような気がします。で、今がね、家っていうカードが出てるので、もうこれね、平和、穏やか、幸せ。もしかすると人によってはね、あの人の家に行ったりとか、一緒に住んだりとか、そういう可能性もあるから、とてもね、幸せそうな現状。そしてね、未来。はい、これ月ですよ。ねえ、なんかもう願いが叶う、とってもとってもロマンチックなカードが出てるので、今のね、この幸せが、ずーっとこう、なんかね、ロマンチックな関係で続いていきそうな気がするんですよね。なんか素敵。とっても素敵です。はい、じゃあ、あの人のこれから、この恋をどうしていきたいのかっていうのを見ていきましょう。はい、じゃあこれも3つに分けていきます。じゃあ見ていきますね。あの人がこの恋をどうしていきたいのか。無知。クロス。魚。なるほど。まず今ね、お相手様が考えられていることは、これは何だろう。大掃除とか引っ越しをしたいと思っている。断捨離をしたいと思っている。あとは、仕事のことで悩んでいたり、転職をしたいと思っているっていうふうに、これは考えられるかな。このね、今ね、家っていうカードが出てますよね。で、このね、これってズバリ、まあ、喧嘩とかも表すんだけれども、なんかね、この家をきれいに掃除したいのかな、断捨離したいのかなっていうふうに見えるんですよ。そういうふうにも見えるし、なんかね、もっとこう、居心地のいい、こう、なんかこう、住み心地の家にしたいみたいな感じに見えるんだけどな。なんかこう、お相手様なのかね、ブルーのボトルさんなのかわからないんだけど、ね、もしかするとどっちかがすごい片付けが上手だったり苦手だったりするかもしれない。もしかしたらお相手様が上手なのかな、片付けが。なんかね、そんな気がするんですよ。このね、なんかこう、そんな気がして、で、片付けをすることによってよりなんか快適な、二人のラブラブな時間みたいな感じに見えるかなっていうのがね、思うかな。じゃあちょっとあの人の今の気持ち見てみましょう。はい、あの人の今の気持ち。よいしょ。い、じゃあ3つに分けていきます。じゃあ、あの人の頭の気持ち、ワンドの2。なんかすごいエネルギーありますね、火星の羊。はい、そして、コインの5。なんかやっぱ心配事、仕事かな、お金かな、なんかその心配事があるっぽく見えるな。はい、そしてここがカップの2。はい、とってもね、素敵なカード出てます。金星の蟹。ほら、見てください、ラブです。はい、お相手様の気持ちはね、まずね、はい、これ、2のカードがね、2つ出てます。で、2のカードっていうのは女性性、優しさ、まあそういう受け身っていうのを表すんですね。で、ここに、まあ火星のお羊、そしてここには金星の蟹というカードが出ています。
なんかね、エネルギーがすごくこう満ち溢れている。ブルーのボトルさんに対してのやっぱりね、情熱がね、今もまだしっかりと燃えてる。燃え始めてるって感じですね。燃えていて、で、僕にとって、私にとって、ブルーのボトルさんっていうのは、こう、お互い思い合っていて、本当に幸せ。なんか相思相愛、自分にとってとっても合う人っていうふうに思ってます。だから、こう、気持ちがね、すごく満たされてるっていうのはあります。で、あるんだけど、このね、心配が何かなっていうふうに思ってます。これは、お金の問題、仕事の問題、もしくは何かのね、心配があるんだろうと思われるんだけど、これが何だろうね。まあ、ここでもね、お金のカードって出てるから、お金なのかな、仕事なのかなっていうところで、このお相手様の中では、少しこう、切羽詰まってる感があるような気もするんですよね。もしかすると、転職とか、ね、こう考えていたりとか、今こういうコロナ禍なので、やっぱり業績が上がる会社とそうじゃない会社、すごく今に極端に分かれてるので、もしかしたらこう、ね、辛い方にもしかしたらいらっしゃるかもしれない。だからこう、何とかしたい、やっぱりね、そういう気持ちがもしかしたらお相手様にはあるのかもしれない。じゃあ本音ベース見ていきます。じゃあ分けていきますね。い、じゃあ見ていきましょう。はい、リトリート。はい。はい、プレイフルネス。はい、ペイアテンション。いや、やっぱり何か気になってるね、お相手様ね。これはね、やっぱり、ブルーのボトルさんへの愛情っていう意味じゃないです。気になってるっていうのはね。やっぱりきっとね、ご自身のことだと思うんだよな、これは。で、愛情っていう意味では、やっぱりここでもね、しっかり出てる。なんかね、二人で、ね、旅行とか、なんか二人だけで、なんかね、こう素敵な場所に行こうよ、みたいなね。そんな気持ちもあるし、こう、とても、ブルーのボトルさんの魅力になんかこう今本当にこうぞっこんというか、なんかこういつまでもひっついていたいみたいなね、そういうお気持ちもある。ただ、そう、今日はね、そうですね、まあクロスとかコインの5とかペイアテンションっていう注意を促すカードも出てるんですよね。で、もう一回言うんですけれども、これはブルーのボトルさんにじゃなくて、お相手様の状況のことを表していて、ね、好きっていう気持ちはね、たくさんのカードから出てます。出てるんだけれども、100%今こう恋愛に集中できないというか、こう仕事のこと、お金のこと、それが今気がかりになっている状態なのかなと。ただ、未来がね、この月という流れになっているので、その問題、お相手様の問題も解決ができて、こうよりお二人が幸せな状態になっていくんじゃないかなとは思うんですよね。はい、じゃあなんか、ブルーのボトルさんへのアドバイス見ていきましょう。天使様からのアドバイス。はい、見ていきます。い、じゃあ見ていきますね。さて、あ、フューマンスだね。OK です。はい、なるほど。はい、OK、わかりました。ですね、私これお相手様の状況だと思います。ここでね、今家というカードが出て、未来に月という状況になってる。これは状況がよりこう2人の関係が良くなる、上昇するっていうことを表してます。で、それがどれ時期がどれくらいかなっていうことを、これきっとね、天使さんも教えてくれてるんだけど、まあ1ヶ月から3ヶ月ぐらい時間がかかっていくだろうと思われる。でも、その間っていうのは、とにかく、お相手様がきっとね、こう、頑張っていくことだと思うので、今は、
何かするとか、何か二人の物事を始めるとかではなく、今はしっかりとあの人のことを待ってあげましょうと、あの人の状況が整うことを待ってあげる。そうすることによって、お二人がなんかこう、やっとこう安心できて、本当にこう、お互い一つになれるというか、もうこう、願い叶う、就職決まるとかそういう意味もあるから、一緒にお祝いできるような、そんな状態がおそらくこの1ヶ月から3ヶ月の間には来るから大丈夫だよという、そういう流れになっていくような気がします。うん、お相手様にもね、もしこう言える状況であれば言ってあげてくださいね。あ、きっとね、って。なんかこう、ね、仕事もいい方向に行くんじゃないかな、みたいな。そういうことをこう言ってあげるだけでもね、いいかもしれません。はい、これがブルーのボトルさんです。頑張ってくださいね。応援しております。はい、じゃあグリーンのボトルさん、お待たせしております。じゃあ、お二人の恋の流れから、はい、見ていきましょう。はい、三つに分けています。過去、現在、未来です。はい、じゃあまずはお二人の過去好き、現在クロス、はい、未来が雲。あ、なるほど。そっか、これね、今見ていただいてる方、現状がね、少し辛い方いらっしゃるのかな。過去はね、こう、とってもお互い愛し合ってて幸せな状態だったかもしれないんだけど、今お二人が、そうだな、なんかね、連絡取れてなかったりとか、離れてしまったりとか、そういう人がもしかしたらいるかもしれない。で、未来にね、雲っていうカードが出てるから、まだね、不安がもうちょっと続くかもっていう流れになってる。あとで多分ね、この後の流れがどうなるのかのカードを見てみようと思うので、まずはあの人がこの恋をどうしていきたいのかを見てみましょうね。じゃあ分けていきます。はい、じゃああの人がこの恋をどうしていきたいのか、山、動けないのか動かないのか。はい、これはね、あのね、グリーンのボトルさんを表すカード、グリーンのボトルさんのことを考えている。うん、そして百合、愛情はあるんだね。愛情はあるんだけど、お相手様がね、今ね、動けないって出てるんですよ。これは複雑な恋愛とかなのかな。何かね、こう、お二人の間に問題がね、大きな問題があるんでしょうね。だから愛情がありながらも、グリーンのボトルさんのことをしっかり考えながらも、今は動けないんだっていう感じ。わかりました。あの人の、はい、じゃあね、今の気持ち、あの人がどう思ってくれているかの気持ちを見ていきたいと思います。はい、じゃあ見てみましょうね。気持ち、カップのクイーン、コインのエース、カップの3。いやー、これはすごいですね。お相手様の愛情、なんかね、こうグリーンのボトルさんのね、やっぱり優しさとか思いやりとか、こうもうなんかね、そういうこう心の動き、繊細さ、人の心に寄り添ってくれる。そういう部分は、すごくお相手様は、もうなんかね、今でも恋しいと思ってる。で、もうこれね、コインのエースですからね、もう、ああ、できればほんとこう、形のある一緒になりたいっていう気持ち。一緒に住むとかね。いや、むっちゃ強い気持ちありますよ。で、カップの3でしょ。こう、これからも、グリーンのボトルさんと、なんかね、楽しく過ごしていきたいっていう気持ちはすっごくある。あるけど動けないんだね。はい、あの人の本音ベース見ていきます。
人の本音ベースです。見てください、ロマンチックフィーリングスですよ。すごいですね、ハネムーン。うんうん、はい、 OK です。なるほど。ね、いやー、やっぱりこれはね、今は辛い状況かもしれない。グリーンのボトルさん、こうね、連絡が取れなかったり、お相手様の状況がわからなかったりっていう、こうすごい不安な状況だとおそらく思われます。でもね、お相手様の気持ちがもうすごいのよもう今でもとっても大切に思ってくれてますよね。もう異性としてももちろん見てるし、こう本当に今すぐにでも会いに行きたいっていう気持ちありますよ。で、ハネムーンでしょ。やっぱりこう、例えばこれがね、駆け落ちとか、本当にこう、二人だけでね、過ごせたら、どれだけ幸せなんだろうっていう、本当にあの人の願望を表してると思うんですよね。で、まあこの子供はね、いろいろ取れるなぁと思いました。もしかしたらね、こんなに好きなのに、会えないとか連絡取れないっていうのは、まあ複雑な恋愛なのかなって思ったんですよね。で、もしかしたらお相手様にはお子さんがいるのかもしれないし、で、まず思いました。なので、ね、お子さんがいるから今は動けないとかね、そういう状況かもしれないし、グリーンのボトルさんといずれ、ね、子供を持ちたいとか、そういう可能性もあるのかなっていう、こう、いろんな、可能性考えられるんだけど、でもなんか辛いのはすごくわかりました。辛いし、お相手様も辛いです。辛いけど動けないんだね。ちょっと待ってくださいね。未来の流れ、雲の後、もうしばらくね、これね、状況が、今の状況が続きそうな気がするんだけど、雲の後の流れがどうなるのか、これかな。はい、じゃあ見てみます。クモアの後、よかったですね。ハートですよ。もうあの、よりが戻ります。これは、よりが戻る、よりが戻る、大丈夫です。じゃあちょっと天使様からのメッセージ見ていきましょうね。はい、じゃあこれもね、ちょっと分けていきます。はい、じゃあ見ていきますね。さ、天使様からのメッセージはどうかな。よくこのカード出るんだよね。あ、ほら見てください、道は開かれる。OK です。ですね、今日は時期的なものはね、まだ出なかったんです。だからやっぱ人によってはこうね、もう少し短い、なんか待つ時間が短い人、長い人っているかもしれないけど、でも私は、まずは連絡が取れて、お二人がね、これ復縁できる流れになると思う。ハートだから。で、時期は出なかったんだけど、でも見てください。ね、二人の関係性っていうのは、再び道がね、開かれるから、だから大丈夫だよと。だから元気を出して、ね、笑顔でいてねっていうこと。そして困った時には、不安な時には何でもね、天使様がね、私たちに聞いてねって言ってくれてます。すごくこうね、開かれたね、この手の間から、なんかね、これがグリーンのボトルさんだとすると、例えばあの人は私のことどう思ってくれてるんだろうって聞いたとする。きっとね、天使様はいろんなところで答えを返してくれると思います。きっとね、今本当に不安だと思うんだけど、私が見る限りはお相手様も辛い、そして考えてくれていて、諦める気持ちは全くなくって、とっても大好きって気持ちが私は見える。で、もうちょっとね、時間かかりそうなんですよね。でもハートですよ。またね、あの人と愛し合える、そういう時間来ると思います。頑張ってください。応援しております。